鈴木 VX800VX800 とは、かつて鈴木が製造販売していた V 型二気筒シャフトドライブのオンロードバイクである。VX800 の右サイドビュー VX800 は、カリフォルニア州ブレアの米国鈴木デザインスタジオにて1986年から1989年にかけて設計され、1990年に発売、1997年まで販売された。 米国市場では、今一つ、制裁を欠く販売実績で1993年には販売を終えたが、ヨーロッパ市場では1997年まで販売された。日本市場においては、鈴木創立70周年記念車種として、鈴木の国内市場向けオートバイとしては、初の7半オーバーの大型自動二輪車として、成り物入りでデビューした。 車体形状はネイキッドに分類される外見であるが、ハンドルバーはヨーロピアンタイプのアップハンドル、フロントホークはアメリカンほどではないが、キャスター角が大きめでホイールベースが長く、独特のハンドリングを示した。トルクフルな大排気量 V ツインエンジンと、シャフトドライブによるツアラー的な性格を評価する向きもあったが、川崎ゼファー750等のネオヒストリックバイクの影に隠れ、 目立った人気が得られないまま1994年に販売を終了した。VX800 の設計チームは主任デザイナーのドン・プレスネル、主任エンジニアの秋ごとフレーム及びエンジン設計者のサムヤマザキで構成されていた。山崎と後藤はは鈴木イントルーダーの 750cc エンジンと改造フレームを用いて全く新しいオートバイを組み立てることを思いつき、 ブレアスタジオにて、プロトタイプの研究開発に着手した。フロントホークのレークとトレール、フットレストとシフトペダルの位置は、プロトタイプの段階で、イントルーダーとは異なる形に調整され、最後に、山崎が板金作業にて手作りしたアルミニウム製、燃料タンクが装着されて完成した。このプロトタイプは、VX750 と呼ばれた。v x 百五十の最初の、 フルスケールクレーモデルはプレスネルによりブレアファシリティにて作成された。その後プレスネルのコンセプトは日本の鈴木本社にて修正が加えられた。後に彼は私が日本に持ち込んだフルスケールクレーモデルは初期のスケッチと同様のリアフェンダーとシートを装備していた。日本側経営陣がより安全策を取りたかったのは事実でしょう。 彼らの修正案ではよりトラディショナルなスタイリングのディアフェンダーとなった。デザイナーのスケッチとモデルはマーケティング部門まで到達する間にしばしば妥協に遭遇するものだ。と語っている。コンセプトとデザインの方向性が決定された後、サスペンションとエンジン、外装の最終仕上げは浜松の鈴木本社で行われた。この時点で VX800 の研究開発は 米国の設計チームの手を離れることとなった。VX800 の V ツインエンジン。シート脇の鈴木刀のチョークノブに類似したデザインのノブは燃料コックである。VX800 のエンジンはイントルーダー750に由来するもので、シリンダーは 3mm ボアアップされてより大きな排気量を獲得。イントルーダー750の 34mm の キャブレターは 36mm の体型キャブレターに換装された。また、VS1400 イントルーダーと類似した構造のバックトルクリミッターも追加された。VX800 の左サイドビュー VX800 には、下記の4つのバリエーションが存在した。ありがとうございます。